これ試合です。試合用が練習これ、試合、どれが試合でも全然大丈夫なんですけど、うん、とりあえず中村選手に言っていただいた、N ブラックってちょっと角形1個と、グレー系1個は作らせてもらって、はい、で試合用は今年変わらずの黒の仕様で2個、はい、まあ、本当にいいものを試合で使っていただけると思います。はい、いつも同じような感じで安定して仕上げてきてくれるなっていうふうにいつも思ってます。硬いですか？うん、しっかりしてる。まあ、使っていく中で柔らかくなっていく、なっていきますね。黒はやっぱしっかりしてるんで、うん、1年通して使えるような形の革にはなってるんですけど、最初はめた感じのフィーリングみたいなものが一番大事かなっていうふうには思ってますし、はい、はめた時にこのグラブをちょっと練習で使って、はい、試合用までそうかなっていう、はい、使っていこうかなっていうのはやっぱり最初にはめた時に思うことが多いかなというふうに思いますね。最初がやっぱはめた感じがいいと、このグラブちょっと練習で使ってみて試合用まで持っていけるかなっていうふうなことは思います。ちなみに今日のグラブ4つ、どれ いけそうだな。今日のグラブは全部いい感じだと思います。やっぱ毎日使うものなので、学生の時とかだったら、まあ、練習は毎日ありますけど、試合は年間でいうと、まあ20試合、多くて30試合とか、公式戦になるとそのぐらいになるので、けどまあプロになると毎日練習して毎日試合でっていうのが続いていくと、やっぱりまあ耐久性だったり、自分の場合はあんまり柔らかくなりすぎるのが嫌なので、もうシーズン通してこう持ってくれるというか、しっかり下手らないグラブをいいなというふうに思って使わせてもらってますし、はい、まあ、実際今年も年間試合で使ったのは1個なので、そういうところはやっぱ Z さんはしっかり仕上げてきてくれて、いつも助かってます。ありがとうございます。はい、ちなみに Z に使い始めたきっかけというかは、はい、キャンプの時に一つグラブをサンプルで持ってきてくれて、それはもともと気になってて、進藤さんに、いや、Z は使ったことなか今までなかったですし、2年目だったかな、2年目にそのサンプルで持ってきてもらって、で使った時にすごい、あ、いいなっていうふうには、あ、いいなっていうふうには思って、それからはもうずっと使わせてもらってます。色はこういう明るい色だったり、はい、カラフルな色っていうのを使ってましたし、はい、けどやっぱ耐久性とかを考えた時に、やっぱ一番黒が自分の場合は硬いのがいいので、それからもずっと黒でお願いしています。うん、練習用とかだとやっぱ柔らかい方が良かったりっていうのもあるので、練習と試合と少し分けて作ってもらったりもしてます。ラベルの位置とかはちょっといろいろ担当の人と話して決めてます。相談しながら、まあ、そうですね、選手が、中野選手ここにつけられないかっていう要望をいただいて、その中で可能な限りここならつけられる、つけられない
グラブとして、まあ、形状変わらない変わるところを、まあ、職人と相談しながらって感じですね。ちなみにグラブの手入れって、はい、毎回試合で使った後、はい、欠かさず汚れは落として、はいはい、オイルは試合で使ったらグローブはロッカーに置いて乾燥機に入れるとまた柔らかくなったりするので乾燥機には入れずにロッカーに置いて乾燥させて練習用は別のグラブを使うので試合の前に磨いてオイルを塗ってちょっとしっとりさせてで試合に入ってます。オーダーグラブで中村選手モデルあるんですけど、はい、どういう方に使ってもらいたいとかおすすめしたいなっていうのはありますか？自分のグローブは多分そこまで他の選手とかに比べると癖のないグラブだと思うので、まあ、野球始める方だったりシンプルな形が好きだったりっていう人は使いやすいのかなっていうふうには思います。そうですね、はい、直数守る方でも、はい、そうですね、いろんなポジションを守っても兼用で使えるっていう、はい、小学生とかだったらね、外野とかでもできるんじゃないかなっていうふうには思います。私はゴールデングラブ賞を取ることができたので、また来年も2年連続で取れるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。